とう、佐藤くん、本当ありがとう、こんにちは。今日は予定ではもうね、あの稽古が終わるのが深夜なので、夜できるか分かんないので、一応今ちょっと昼やっとこうと思って、あとちょうどね12時からオンライン話し会の申し込みが開始したので、見てちょっとリンク貼ってみました。こんにちは、会員ありがとうございます。こんにちは。めっちゃさ左目充血してるね。あとちょっと目薬買いに行こうと思ってるんやけど、あの試験もしか、ああんた、あれちこんにちは。今回ねちょっといっぱい日数があるので、まあちょっと先になるのでね、あのどの日にちがいけるかわからんとかあると思うんですけど、安心しできると嬉しいな。かわいい、ありがとうございます。そうだよね、仕事で時間もないとかありますよね。こんにちは。まあ追分になったらね、あの時間帯、遅い時間帯にも参加できたりするので、チョコナちゃん、利用制限ありがとうございます。誰かな、オンラインの方かな、リアルの方かな。こんにちは。お、じっくり考えて全にね、なんか今回はのあの服装のテーマはギャップ萌えという方で、ちょっと服装も凝っていろいろ考えたので、去年はねユナサンタが超好評で、やっぱサンタとかメイドらへんがすぐに完売しちゃったかな。こんにちは。キューブの事件しか参加できんってことはフル部数より多いなこんにちは。頑張ってください、ありがとうございます。こんにちは。今回セクシー系も多くて見てみたいの、あ、嬉しい。こんにちは。今まで結構ね可愛い系の方が多かったんですけど、セクシー要素も取りこんにちは、かわいいドルさんがいるので来てみました。玉沢さん、ありがとうございます。とりあえず日曜日だけど、おお、ありがとう、こんにちは。見て、ここにさリンク貼れてん、お話し会で自分で貼ってみた。こんにちは。あんまりここをね変えるメンバーいてないと思うんですけど、変え方をしばかってしまったので怒られる限りこれにしたいと思います。明日の12時までで、あの結構ね時間が24時間しかないって限られてる。こんにちは。あ、リアル申し込みしてありがとう。こんにちはこれ方に気づいてしまっちゃいました。やんなん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、リンリンちゃん。お、今日ね臨時に作戦考えてお願いします。遊びに来た、ヤッホー。
リリちゃん、かわいい、ありがとう。そう、配信ルーム管理のところ編集しちゃった。まあもうね、長年ショールームやってるので。あさりました。なんだろうこれと思って、かわいい、ありがとう。よかったらゆなと直接2人でお話できるっていうね、お話し会が2つねありますので、直接リアルお話し会とオンライン、オンラインお話し会の良さはコスプレとかいろんな服装見れるで、リアルお話し会の良さは家のと直接会えるっていう。こんにちは。遊びに来てやっほー、こんにちは。ハブはナイスデイ。あ、11月1日楽しみ、ありがとう。さとみちハートありがとうございます。きっとドキドキしてて話してきて、そんなことないよ。ハタくん、ハタありがとう。オンライン話し会の方がちゃんとユナとお話ししたい方はおすすめ、リアルお話し会はユナと直接会いたいって方がおすすめ。お話しできやすいのはオンラインやねんけどな。どっちもそれぞれ違う良さがあるって感じかな。ハタくん、ハタありがとう。まさきちゃん、ハタありがとうございます。こんにちは。関西弁かわいいって言ってくれた。こんにちは。お、リアルとオンライン両方来てくれるの、ありがとう。オンラインの方の服装は今のツイッターに載せてるので、あとインスタのストーリーにも載せてる。前回のライン話がリナの気まずかったから一瞬ぐらいだ。そう、前回はねコスプレをしたので、金髪の時もあったね。決してね、いつでも清純派アイドルですよ。こんにちは。お話し始めて、もしおーいくみちゃん嬉しい。リアル？オンラインどっちかな。うん。オンラインとかだったら全然何でも相談でもよし、報告でもよし、普通の楽しい会話でもよし、何でも受け付けてます。かわいい、ありがとう。なんかこう見えてね、あのお悩み相談も得意なので。こんにちは。オンライン楽しみ。
見つめることしかできない。スケジュール確認してみ、ありがとう。成長を守りたいせ。そうやな、目が赤いな、こっち。赤いよね、今もちょっと心配。だから、お掃除の時間バレてる。だから、あとね、目薬でも買って投入したいと思います。こんにちは。ショールームでしか会ってなくても、オンライン話し会で名前言ったらすぐ分かってくれて嬉しくて。ねえ、初めての時ですよね。そうです、顔分からなくても、ショールーム普段来てくださってる方、名前言ったらあーってビビッとくるので。こんにちは。ボブナーいつにしようかな。ボブナー人気ほんま高いんですよね。モバメにボブナの日だけ書いとこっかな、じゃん。二次受付までに髪型も決めて、さっきに送りたいと思います。生きればいいのか誰も知らない。成長を守りたい、制服を脱ぐまでは生まれたあの日のまま、天地のように。ダダダダダダ。何かのついでのように僕に微笑んでくれただけで。そうなんです、いよいよ舞台が始まるんです。今日の夜深夜にね、関東ローカルさんにはなるんですけど、あの脳内ポイズンベリーの稽古場の様子だったりミニドラマがあるので、よかったら深夜フジテレビさんでやるのでチェックしてくれたら嬉しいです。ちょっとそこで初ハトコのね感じを多分見られちゃうと思うので、ちょっと恥ずかしいんですが。ちょっと恥ずかしいんですけど、こんにちは。暑い。まあ多分ね、そこでまたニナの魅力にどっぷり使っちゃうと思うので。なんか3時ぐらいじゃなかったっけな、1時だった、めっちゃ遅って思って。遅いので予約してた方がいいかも。寝てるよね、そう。大体はそう。だよね、3時25分とかあった気がする。うわ、合ってた。僕の記憶力。脳内ポイズンベリーの稽古中もさ、記憶力担当で、もうな、あの記憶力担当なんですよ。みんなにあの「これどうやったっけ?」って聞かれたら、もう頑張って答えられるようにしてて。夜勤の休憩そこに合わせたい。合わせれたら神。
オンライン話しかユナにリクエストした48グループ曲歌ってもらうの、ありあり、前もって言ってもらってたら覚えるので頑張って。全然歌えますよ。家の大画面でユナくんが見れる、予約しました、ありがとう。こんにちは。そう、ちゃんと出演者の中にユナくんの名前あるよ。だって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 出演者ですもの。こんにちは。まだ帰らないのって聞かれてごめんなさくないリアクションして、今日も可愛い、ありがとう。今日は夜に向けて二度寝をたくさんしました。しないと夜持たないからさ、明日も朝から早いので追い込みです。マスクなしで話すの初か。そっか、今回マスクなしなのか。頑張るね。チーズイナなんか買ってきた。何それ、あ、なんてこと、そういうことか。はたく見られるの楽しみ、嬉しい。ユナのこともハトコも愛してもらえるように頑張ります。ユナのハトコを好きになってもらえるように。こんにちは。舞台初日緊張すると思うけど、早川ちゃんならきっと成功して活躍できるって言ってくれてありがとうございます。なんかね、もう楽しみのが大きくて、多分本番は多分緊張しないんですよな。ファンの方見たらちょっと心が逆になんか和むというか、こうワクワクのが勝っちゃってね、緊張はしないんですけど、ちょっと張り切りすぎないように。嫌な気になってるんですけど、話がおすすめの日、いつだろう、でも早く会いたいなっていう気持ちはあります。早く出会いたいから初日とか言って。こんにちは。多分人気なのはあの服装がメイドユナなんとサンタの日のユナなんと思うんですけど、よかったら服装とか好きな服装で決めてもいいと思うので、ツイッターとかインスタに載せてるので決めてくれたら嬉しいです。こんにちは。赤作り直したの？そうなんです、ファンの方1ヶ月以上会えてなくて、だからめっちゃ嬉しい、会えるのも。こんにちは。やっぱちょっと東京で一人でもめっちゃ寂しかったから、こんばんは、でっちゃんありがとう。お、スケジュール空いたら舞台行く、開きますように。まさきちゃん誰もありがとう。
一人東京だった。めっちゃ寂しかった。こんにちは、てくんだるまさん、ありがとう。ずっと一人でご飯っていうのも孤独だったけど、なんかそのおかげでちょっと成長できた、心がちょっと強くなった気がする。新一のカーテンコール2回から手に入れて嬉しい。見るんで、てくんだるまさん、ありがとうございます。なんかね、明治屋さん立ったんですけど、ちょっと作りな感じが、ゼップのベイサイドぐらいの広さかなって思ったんですけど、ひでくんなるまさん、ありがとうございます。こんにちは。まあね、2階席も見えて、見えるんですよね。東くんだるまさん、ありがとう。こんにちは。昨日ね、お弁当あったんですけど、今日も結構だよ。ツタヤ弁当って知ってますか？佐藤くん、ハートありがとうございます。ツタヤ弁当のそぼろを食べたんですけど、ちょっと今までで一番かもしれないってくらい美味しかったです。こんにちは。夢、やっぱり美味しかった。なんか自分ツタヤと言ったら、なんか DVD ショップ思い出しちゃうんですけど、アイリスミル舞台行けない、お話し会待ってます。どこでお話し会、ここです。ここのリンク貼ってるので、ここポチッと押してもらったら申し込みに飛べます。めっちゃわかりやすくない？ここ横にあるでしょ、リアル個別お話会、リアルお話会、詳細も全部載ってるので。左右逆？嘘でしょ？これ？こっち？こっちか。こんにちは。リンク飛ばん？まさかのリンク飛ばないんですか？言うとしたことが。舞台は配信はないですね。え、リンク飛ばないですか？気にしたらあった？よかったよかった。セミやかいな、怖いよな。ユナもちょっと怖いねんけど、食べたい。よかった。バナー画像ってなんや。
何や。私のスマホが悪いのか、お話からリンクしたらショールームかな。マジで？よかったらツイッターとかインスタにも載せてるので、ここから飛んでもらっても。こんにちは。ナバくんだるまさん、ありがとうございます。お、明日仕事の仕事見て話しかもしか、ありがとう。明日の12時までにとなっておりますので、申し込みがね、夜じゃないよ、昼の12時なので、お気をつけくださいまし。売り切れやすいのがメイドとサンタさんだと思うので、先言っときます。あとチャイナもかな。ナバくんなるまさん、ありがとうございます。どのユナの日も可愛いと思います。来てくださると嬉しいです。サンタといてトナカイってことはないな。やっぱサンタさんの可愛いからさ、やっぱサンタさんが主役じゃないですか。主役にならなきゃ。やっぱセンターを目指す人はサンタさんを着るよね。知らんけど。そろそろ仕事まで、バイバーイ。ありがとう、来てくれて。ツリーの人もいいと思います。ユアサンタさんだけどね。ハンタさんがプレゼントもらえるかどうだろうね。ハロウィンね。ハロウィンってあれコスプレ、まあね、けどガチのな、怖い系じゃなくて、可愛いかセクシーに偏ったコスプレにするので、ハロウィンもなので、そこはご安心してもらったら。まっちゃん、だるまさん、ありがとう。二次申し込みになると思います。皆さんならネクスプレ関係なく話して嬉しい。ありがとうございます。コスプレはちょっとついでみたいな感じですかね。佐藤くん、あ、私お話しちゃおう。佐藤くん、大石さん、大石さんって言おうとしたの、同じく同じく言いすぎてお話しちゃった。こんにちは、大石さんもありがとうございます。来たぜ、やっほー。来てきちゃ、ごめんなさい、頭がボケボケピーナッツでした。
ははは。やな、疲れ、あ、疲れ、サマー。じゃあそろそろ終わりたいと思います。この後もしかしたらね、あのハトコの衣装着てもしかして夜ショールームできるかもしれないので、よければ来てくださいね。こんにちは。ちょっと皆さんに、ショールームを見てくださってる方にいち早くちょっとハトコの衣装着たユナを見てほしいので、こんにちは。ケイク頑張ってた、ありがとうございます。よかったら来てくださいね。配信ありがとうございます。こちらこそ。ね、できるとしたら18時半過ぎから19時半の間にできると思うので、こんにちは。また来るし、あーばよやっほー。そうです、ショールーム特典ということでできたらしたいと思いますへへへ。最後まで配信見てくださってありがとうございました。ちょっと目が赤いので目薬買って稽古に臨みたいと思います。今日休みでよかった、ありがとうお仕事の方もお休み時間に来てくださりありがとうございました。こんにちは。頑張ります、ありがとう。明日初日頑張る、ありがとう毎日今結構頑張ります。昨日までね、ベロに口内もあったんですけど、こんにちは。これ言ったらね、あの監督女子さんがね、なんかあのアミノ酸かなんかビタミン C みたいな、なんかそういうのに効くやつ粉をくれて飲んだらね、一瞬で治りましたなんかさ、2時間ぐらいでスーってさ、ちょっと痛くなくなってきて、修復力早すぎんと思ってびっくりしたよやっぱ優しいのの仕方なんだって、ありがとうございます。すごいよね、今なんかなかったのもんぐらい。ベロ元気なんだけどなんで、なんでこんな修復力早いんだろう。カズさん可愛すぎてありがとうございます。すごいよねはい、最後になりました。はい、あのランキング読んでいきたいと思いますね。13位、チョコナさんありがとう。12位、あやじちゃんありがとうね。11位はのざむくありがとう。次はデビアン、デビアンありがとう。9位はディーさんありがとうございます。8位サルさんありがとう。7位さとみちありがとうございます。6位マーク、マークありがとう。5位はまっちゃん、まっちゃんありがとうございます。4位は佐藤くんありがとう、佐藤しよう。3位はコロコロさんありがとうございます。2位はひでくん、ひでくんありがとう。そして入る1位はなまくんでした、ありがとうございました。なまくんありがとう、ちゅありがとうございます。はい、少しでみんなのこと気になってやって方、よかったらね、ただいまオンライン話し会の申し込み中でもございますので、よかったら明日の12時までになってるので、服装とかもツイッターとかインスタのストーリーにも載せてるので、よかったら見てくださいね。みんなとお話しして、あの見直しじゃない方も
湯の足の鍵焼きしちゃいましょう、イエイ湯の足の方ももっと愛を深めましょうねこんにちは、最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。